おめでとうございます。こたびもラティをお退けになられましたね。昨夜当然のこと、いちいち喜んでおられんな。ですが嬉しそうにお見受けいたしますわ。アスラ様が嬉しそうだと私も。伝令、軍議だ。イナンナを呼べ。昨夜お前は兵をまとめてすぐさま移動できる準備をしておけ。またあの女と軍議。私じゃない、あの女と。いけない、邪念を捨てねば。アスラ様のおそばで死神は禁物。そう、私は彼の部下。ただの部下。でも現世では違う。影から見ているだけなんてもうごめんだわ。にゃっ！お？あ、どうしたの、イリア？あのね。あ、キスじゃない。とにかくここを動かないと。ほらあれよ、忙しくなるでしょ、いろいろと。そうだな。俺たちも一旦戻って体を休めておこうぜ。そうだ、食うことを怠ってはいかんのだ。しかし前は黙れ。そうですわね。では拠点にて皆様をおもてなしさせていただきます。あの、イリア。何よ。ごめんね、君の言う通りだよね。え、僕変だった。昔から憧れていたアスラになれて嬉しかったんだ。強靭な肉体と達人級の剣技を駆使し敵を倒していくのがだんだんと快感になっていったんだ。ああ、そのことね。確かに不謹慎だったと思う。もう言わないよ、あんなことは。ふん、素直じゃないの。今後気をつけなさいよ。じゃ、行こう、ルカ。そういや、初めて名前を呼んでもらえたような。陣営の方から火の手が上がってる。とにかく行ってみよう。あれ？お。
やっぱりレシピ。トルティーヤ、トルティーヤ、あれ？あ、そういえば。ファイアボール！ウィンドコッパー！ファイアボール！スコアで。あれ？怖くない、怖くない、ファイアボール！Finally.